ヘイスティングズ・カムズ・バンダは、マラウイの政治家、同国の初代大統領、イギリス植民地時代の唯一の首相経験者、独裁者として知られる。1914年時点のアフリカ大陸の勢力図マラウイは、大陸南部のイギリス領の内ポルトガル領、モザンビークに向かって伸びている2004年現在のマラウイの地図東部には第一交代に属するマラウイ子が、 広がる彼が誕生した当時、マラウイはイギリス領北ローデシアの一地方であり、ニアサランドと呼ばれていた。初等教育を3年間受け、南ローデシア、南アフリカ連邦などで働き、中等教育を受ける。教会の援助を受けて留学。学士号、博士号を取得。スコットランドで医学教育を受け、1938年エディンバラで開業。 1945年には、ロンドンで開業した。長老派協会会員でもあり続けた。ロンドンの委員では、エンクルマやケニアッタとの交友関係を築いた。1953年から1957年まで、ガーナ中部の都市ケマシに滞在した。1958年に、ガーナからニアサランドに帰国。すでに母語であった、ニャンジャ語を流暢に話すことができなくなっており。 しばしば通訳が必要であった。イギリス主導の中央アフリカ連邦に対する反対、運動を続け投獄される。1960年に出国後、1963年には中央アフリカ連邦が解消され、1964年7月にはイギリス連邦の一員として独立した。1963年2月1日、首相に就任。 マラウイ共和国が成立した1966年に大統領に1971年には自ら終身大統領となった。1970年から始まったマラウイ会議党の一党支配によって少なくとも3億2000万ドルを資材として蓄えた。20万人以上を裁判もなく収監し刑務所に閉じ込めている。アパルトヘイト政策下にあった南アフリカ共和国と 国交を結んだ数少ないアフリカの国家指導者であった。南アフリカ共和国から援助も受けた。アパルトヘイトが廃止されるまでは、他のアフリカ諸国からは国交を結ぶことなど、不名誉なことだと見られていた。マラウイの独裁が西側諸国から黙認されていたのは、社会主義政策を取る隣国、モザンビークやタンザニアに対する防護壁として役立っていたからだと考えられている。 1980年代初期、サイモンガーファンクルの、愛しのセシリアをラジオ放送で流すことを禁じたため、マラウイ人は詮作の種ができた。ちょうど、愛人のセシリアたまんだカザミラとの関係がまずく、なり始めた時期に当たったため、セシリアに帰ってきてくれる、よう懇願する内容の歌詞に我慢がならなかったのだ。バンダは、保守的だったため、1990年代初期に、至るまで、 テレビ放送も許さなかった。1968年から1993年にかけて国民の服装を制限。外国人から見るとかなり奇妙な服装に思われたが、衣装制限は外国人に対しても適用された。女性に対しては太ももを隠すように指導し、ズボンの着用を禁じた。長髪の男性は、反大統領を意味すると決めつけ、逮捕後。 強制的に髪を切られた。業績もある。イギリスのイートンカレッジを模したカムズアカデミーという中東教育学校をカスングディストリクト内に設立したことだ。外国人教師がラテン語と古代ギリシア語を教えた。1991年、まずイギリスが圧政を続けることを認めないと表明。1992年には国内のカトリック教会が離反。 暴動動がが発生し政党結成の動きが進んだ1993年、複数政党制以降への国民投票が実施された。1994年、とうとう民主的な大統領選挙を認めざるを得なく、なり、対立候補である南部のヤオ族の代表でもある、統一民主戦線代表のバキリムルジに大敗した。1997年、バンダは、 南アフリカ共和国の病院で死去した。101歳であったと言われる。バンダが設立したマラウイ会議党はその後も大政党として活動を続けている。ありがとうございます。